僕らの地球は美しい、鉄面塔には渡せない。平和を愛する心には鉄面塔が許せない。これ、マリ姉ちゃんにって頼まれたんです。あたしに？うん。へえ。ハッピーバースデー。どうもありがとう。これ、大作兄ちゃんから？それとも剣かしら？違うよ、よそのおじちゃんだった。誰でもいいわ。嬉しい。わあ、俺幸せ。参ったな。大輔くん、エレベーターに乗ってかないの？何よ、デレデレしちゃって。いい匂い。ハリだわ。気分はいかがかな、お嬢さん。誰、誰なの？鉄腕アンク、お前に紅剣を暗殺させるためにやってきた。私に剣を暗殺？笑わせないで。お前の血液内にはバラの棘を通して鉄面塔が化学力を結集して開発した超ミクロ電磁波受信装置ブラッドトロンが注入された。お前はもはや私の意のままに動くまでだ。そんなバカな。待て。さあこっちへ来るんだ。この男は鉄面と言いなりになっちゃダメ。まあな。遅いな、マリのやつは。何やってんだ、本当にもう。あれって俺は。大作。まだだ、こいつ。マリちゃんだってヤングレディだ。まして本日の主役ともなれば身支度に時間がかかろうってもんだよ。お、あら、マリどう？
マリもうやめるんだマリやめるんだマリマリやめろやめろってテツヤ大学あの男を追うんだマリしっかりしろボスどうしたのかしら私急に襲いかかったんだお前がえ私がどうしてそれは俺が聞きたいよけんっ踏みつぶされるのも知らずガルニゾンエースよ出ろこちら徹夜鉄面とのロボット出現弱点は耳だそこに光波レーダーがセットしてある了解標的は耳かエレクトリッガーパシャそう簡単に弱点をつかれてたまるか鉄面刀はマリを使って剣を倒しレッドバロンを封じ込めるつもりなんだちっしょうなんて汚い手を使うんだボス科学研究所で調べてもらったんですがマリの頭部にコントロールメカが埋め込まれた形跡はないそうなんですよそうか警部私を逮捕してくださいまた剣を襲いそうで自分が怖いんですそう言われてもなマリそんなに自分を責めちゃいけないよそうだしばらく仕事を離れて休むといいゆっくりとなマリお願いしますあの老人を絶対近づけないでくださいあ
戸締まりは万全。あれ一匹入りやしないぞ。総統からの指令を伝える。レッドバロンの操縦席を爆破し使用不能にしてしまうのだ。爆破にはこの高性能次元爆弾を使え。今日限り辞めさせていただきます。辞める？仲間を殺そうとした者に SSI 隊の資格はありません。お前本当に辞めんのかよ。マリ、もう一度一緒にやろうよ。鉄面と戦おうじゃないか。うん、マリ。やめろ。マリもよく考えての上のことだろう。この辞表は俺が預かる。お世話になりました。本気なのか SSI を辞めるって。私には資格がないわ。あなたを殺そうとしたんですよ。君は操られてたんじゃないか。でも そうだな、 SSI は厳しいんだよ。君は小鳥を飼っていた方がお似合いかもしれないな。マリがいなくなって寂しいけど、その分頑張るよ、俺が。ケン、さようなら。さようなら、マリ。さあ行こう。レッドバロン、さようなら。敵のレッドバロンも命運尽きる時が来たか。操縦席にやられた。赤いフェニックスは滅びました。とどめを刺せ。この子からレッドバロンを引きずり出しバラバラに叩き壊してしまえ。了解。ガルニゾンエースよ、出動せよ。壊れてないわ。ブロックウォールだ。一瞬の異常に反応して景気場を守る装置だ。さすが兄さんが作ったロボットだ。ガルニゾンエースだ。マリ、表へ出ろ。レッドバロン、出動。爆破されたはずだ。さあ来い、乱暴者。あ、
目にボルトたちが来てる。くそー、バロンパンチ。バロンミサイル。アームミサイル。カイロが泣いている。よし、エレクトリカー、プシャー。ガルニゾンエースよ。レッドバロンは武器扱えないぞ。恐れることはない。叩き潰せ。レッドバロン、頑張れ。バロンフルパワーしかない。ブルックカイロに直撃だ。その調子だ、ガルニゾンエースよ。今度はレッドバロンを解体しろ。天、聞こえるか。
ルパワーオン。バロンフルパワー。バロンフルパワーはレッドバロンの全エネルギーを集中して戦う戦法である。応急処置で動力回路と直結してあるため、そのエネルギーは1分間しか続かないのである。取り付いた。手から取れろ。いいぞ、レッドバロン。私はこれからも SSI の一員として鉄面塔と徹底的に戦うことを誓います。よし、マリー、これはこうするぞ。すいません。よし、マリの誕生日を祝ってみんなで乾杯だ。乾杯。乾杯。ケン、本当にごめんね。俺もレッドバロンも不死身さ。こんにちは、マリデイちゃん、おめでとう。はい、私に。わしからのプレゼントだ。心配いらんよ。まあ警部、うん、誕生日おめでとう。鉄面塔の陰謀もレッドバロンの鉄拳が打ち砕いた。悪魔のデビラー博士は次にどんな手段で襲ってくるであろうか。射撃の名手酒井哲也が鉄面塔の罠にかかって洗脳され、小田切博士を狙撃してしまう。意識が戻った哲也の頭にある女林美希が浮かんできた。キラー Q と哲也との行き詰まる銃撃戦。次回この一撃に命を懸けろ。どうぞご期待ください。スピードでぶっ飛ばせ。